皆様こんにちは。いつも MID チャンネルをご覧いただきありがとうございます。フォルクスワーゲン札幌東セールスの大島です。本日は新しくなりましたこちらフォルクスワーゲン純正のドライブレコーダーをご紹介いたします。以前まで S1、S2 と2種類ございましたが、今回から3種類に増えましたので一つずつご説明させていただきます。C1 というタイプになりますが、こちらはフロントカメラのみの設定となっております。裏側なのですが、今までは液晶がついていないタイプでしたが、ここですね、 1.44 インチの液晶がついております。横がこんな感じ、後ろがこんな感じになってます。ここに液晶がついてます。はい、続きましてこちら真ん中の C2 というタイプです。こちらも C1 と同じで液晶がついているのですが、少し大きくなっており 2.4 インチの液晶がついております。またこちらはフロントドリアのカメラがセットとなっております。こちらの方ですね、かなり性能が増えまして、オービスポイントですとか事故多発エリアなど GPS のお知らせ機能がついております。また地震や津波などの災害情報なども表示、音声でのお知らせもしてくれます。はい、横がこんな感じ、後ろがこんな感じです。比べてみるとちょっと大きさは違いますね。3つ目、こちらの S5 になります。こちらは今までの S2 と同じようにアプリから設定したり動画を見ることができます。こちらの C2 と S5 の共通点なんですけれども、フロントカメラで前の車を見たり車線を見たりするので、そちらで警告などをしてくれます。またリアカメラでも後ろの車を検知してくれますので、煽り運転なんかにいいかもしれないですね。新しくお車を購入するときはもちろんのことながら、今お乗りいただいている車にもぜひこちらの新しいフォルクスワーゲンの純正ドライブレコーダーつけてみてはいかがでしょうか。お気軽にご相談くださいませ。はい、続きましてこちらフォルクスワーゲン札幌東とコストコのコラボイベントをご案内いたします。石狩にあるコストコとコラボさせていただきまして、特別展示会を開催いたします。日程としては10月25日、来週の月曜日から10月31日日曜日まで行います。こちらの方では、ゴルフバリアントと T6 を展示いたしますので、ぜひお近くに住んでいる方、ご興味がある方、コストコ会員の方、ご来店ください。北海道でもだんだん寒くなってきましたが、皆様タイヤ交換など冬へのご準備はお済みでしょうか。フォルクスワーゲン札幌東ではタイヤキャンペーンなどもまだまだ行っていますので、今週末もフォルクスワーゲン札幌東でお待ちしております。